あんたさ、この私に結婚式の招待状を送るなんてどういうつもり？何かの嫌がらせのつもり？まなみ？ごめん。何か問題あった？問題あった？じゃねえよ。私は彼氏と別れたばっかりなの。え？そうだったの？そうだよ。それなのに幸せいっぱいの招待状を送るなんて嫌がらせ以外の何者でもないでしょ？ごめん。私、知らなかったから。知らなかったんですか。じゃあ、しょうがないですね。ってなると思う？私の心が傷ついたことには変わりないんだけど。ごめんね。嫌がらせのつもりなんてなかったの。あんたのせいで深く深く傷ついたわ。なんで私の人生ってこうなのかしら。私たち、最近会ってなかったから、近況がわからなくてさ。本当にごめんね。招待状は無視しちゃって構わないから。は？送るだけ送っといて、式には来るなって言うの？いや、そうじゃないけど、来るのは不愉快でしょ？傷つけるだけ傷つけて、じゃあ招待状は捨てといてって言って、それで終わり？ほんと信じらんない。私たち大学時代の親友同士じゃないの？じゃあ、どうしたいの？私も参加する。招待されたんだからもちろん行くわ。でも、祝儀はいらないよね。私は心に傷を負わされたんだから。ああ、そういうことか。まあ、本来ご祝儀は強制じゃないから。心配しなくても20〜30円は入れてあげるから。私をコケにしたんだから当然よね。恨まないでね。ああ、わかったよ。まあ、傷つけちゃったのは申し訳ないし、好きにして。ええ、好きにさせてもらうわ。あんたに傷つけられた心を癒さないとね。でも、どうして結婚式に参加するの？だって、傷ついたんでしょ？恋人と別れたばかりなのに、招待状もらって、それなのに、どうして？せっかく招待状もらったんだから、そりゃ参加するに決まってるでしょ。だって私たちは大学時代の親友同士なんだよ。そんな強化の晴れ舞台となったら、ぜひ行って祝ってあげないとね。それは、ありがたいけど。でも、招待状もらって、すごく不愉快な気分になったから、祝儀はあげられないけどね。強化だって、親友が苦しんでるのに、お金を取ろうなんてするわけないよね。うん、わかった。祝儀はいらないから、ぜひ来て。ところで、まなみは、今は何の仕事をしてるの？え？仕事？モデルやってるよ。え？モデル？そう。街を歩いてたらスカウトされてさ、私大学時代からモテたでしょ？今も見た目は変わってないからさ。モデルなんてすごいね。じゃあ、まなみの出てる雑誌なんかがあるってこと？あるんだけど、でも私、海外で活動してるから、日本の雑誌には載ってないの。海外でモデルをやってるなんてすごいよ。まなみはずっとモデルをやりたがってたもんね。おめでとう。やりたがってたっていうか、大学時代もちょこちょこやってたけどね。仕事にできたら楽だなぁとか思ってた程度で。何にしてもすごいよ。おめでとう。じゃあ、式で会えるのを楽しみにしてるね。ええ。私も楽しみにしとくわ。じゃあね。まなみ、やっぱり来るって？ええ、ごめんね。たかひろ、相変わらず、性格の悪い女だったわ。でも、誘わないわけにもいかないもんな。もしあいつが、京香の結婚式に招待されなかったということを知ったら、なんて騒ぎ立てるか。ええ。でも予想通り、彼氏に振られたばかりだったのに傷ついた、とか言い出して、だから、祝儀は払わないんですって。ほんと。相変わらずだな。誘ってもアウト。誘わなくてもアウト。本当に変わらないやつだ。まあ、彼女ももう大人だから、さすがに、大学時代みたいなことにはならないんじゃない？それに、今はモデルをやってるんだって。だから、目立った問題行動は控えるはずよ。本当にやってんのかな、モデルなんて。大学時代も言ってたよな。まあ、根拠もなく疑うのは良くないけど。ところで、まなみは俺について何か言ってなかったか？ええ。招待状には書いてあるけど、何も言ってこなかった。忘れてるのかもしれないね。まあ、それならそれで構わないけど。式にはうちの会社の人間もたくさん来るから、なんとか平和に終わってほしいもんだ。本当、いろいろとごめんね。謝るなって。
マナミの厄介さは俺もよく知ってる。そりゃ招待状は出したくなかったが、出さないとしょうがなかった。レイコの件もあったからね。うちに招待状を送らなかったからって、SNS にあることないこと書き込んで、考え方がガキなんだ。あの頃から何も変わってないんだよ、あいつは。まあ、式に呼んだんだし、祝儀もいらないと言ってあるから、当日はそんなに変なことはしないと思う。だから気にしないようにしよう。そうだな。せっかくの結婚式なんだ。ごめん。俺も少しネガティブになってた。気を使わせて悪いな。いいよ。じゃあまたね。ねえ、っていうかさ、あんたの結婚相手ってあの高弘？そうだよ。招待状にも書いてあったでしょ？マジか。あんたらが結婚するとはね。っていうか、大学時代から思ってたけど、高弘のどこがいいの？いいでしょ？ほっといてよ。そうか、そうか。ま、京香の趣味は人とはずれてるもんね。それでさ、実は私、面白いこと聞いちゃったんだけど。何よ。高弘って、ゴミ処理工場で働いてるんですって？そうだけど、それが何？いやいや、信じられないでしょ。マジ爆笑したわ。ただでさえあの冴えない高弘なのに、ゴミに囲まれて仕事してるなんて。いやー、あんたの結婚相手がまさかゴミ処理工場勤務とはね。今日の結婚式は爆笑できそうだから行くの楽しみだわ。来てもいいけど、知らないよ。底辺夫の顔、早く見たーい。きっとゴミ臭くなってんだろうな、高弘。最低。ちょっと、披露宴を中断ってどういうこと？私たちはお客さんなんだけど、こんなんじゃがっかりだわ。あんた、本当に最低。自分が何をしたか分かってるの？何って？新郎はゴミ処理場で働いてるってみんなに教えてあげただけじゃん。みんな笑ってたよ。そんな男と結婚するなんてってね。高弘のスピーチ中に大声で、何考えてんのよ。もういい。今すぐに出て行って。出て行くわけないじゃん。だって招待されてんだよ。あんた、自分がどういう状況に置かれてるか分かってるの？何よ、状況って。何の話？披露宴に参加してる人たちは、みんな高弘の会社の人たちだよ。ん？普通に考えたら分かるでしょ？みんなゴミ処理工場勤務の人たちだよ。その人たちの前で、高弘の仕事を馬鹿にするような真似。え？そうだったんだ。みんな怒り心頭だよ。披露宴どころじゃない。あんたは今どこにいるの？どこって、外の喫煙所にいるけど。今すぐ戻ってきて全員に謝罪して。そうでもしなきゃ収まりがつかないよ。やだよ、そんなのできるわけないじゃん。私もうこのまま帰るから。別に二度と会わない連中だし、どうでもいいわ。バッグは会場に置きっぱなしだけど、どうすんの？ああ、それだけ持ってきてくんない？やだ、自分で取りに来て。ねえ、もうめんどくさいって。会場には戻れない。だからバッグだけちょうだい。ダメ、高弘だけじゃなく彼の仕事仲間たち全員をバカにしたんだから、ちゃんと戻ってきて全員に謝罪して。じゃなきゃバッグは渡さない。もうめんどくさいんだけど。なんなのそれ。早くして。もういいわ、バッグも諦める。帰るわ。別に私金あるし、そんなバッグいくらでも買い直せばいいだけだから。へえ、本当に帰るのね。じゃあさっきの式場でのあんたの様子 SNS に流してもいいのね。うん？新郎のスピーチ中にあれだけ騒いで誰にも撮られないと思った？あんたが謝罪に来なきゃ動画は出回っちゃうかもよ。それって脅し？別に、ただ録画してた人はいたよ。その人もあなたに腹を立ててるだろうから、すぐにでもアップされそう。謝罪すればその人も気が変わるかもしれないけどね。くそ、何よこの披露宴は。こっちのセリフだけどね。大体 SNS に流すぞとか言って脅すなんて、どんだけ幼稚なのよ。全員もういい大人でしょ。恥ずかしくないの？職業で人を見下す人に幼稚だなんて言われたくないな。それにあんた、レイコの結婚式に呼ばれなかったからって SNS で嫌がらせしてたじゃん。それと何が違うっていうの？いや、あれはレイコが悪かったんでしょ。私のことを誘わなかったから。
私は親友だと思ってたのに、レイコは。言っとくけど、あんたのこと親友だと思ってる人なんか一人もいないよ。え？あんたは大学時代から嘘つきで、自分のことしか考えてなかった。誘っても会うと、誘わなくても会うと。これは、学内で有名だったあんたのキャッチコピー。さらに嫉妬深くて、みんなあんたに嫌がらせされたくなくて、構ってあげてたんだよ。あんたも、そう思ってたの？私だって最初は、まなみと真剣に向き合おうとしたよ。みんなから嫌われてたけど、でもそう悪い人間でもないんじゃないかと思った。それが何よこのざまは。え？お前めちゃくちゃ性格悪い最悪人間じゃねえか。ふざけんな。人の結婚式めちゃくちゃにしやがって。どうした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 じゃねえよバカがバカが。さっさと謝罪してついでにモデルやってるっつうのも嘘でしたって白状しろ。う、式に参加してるいろんな男の人に言い寄ってたけどさ、あんた無職の実家暮らしでしょ。なんで知ってるの？あんたのことなんかお見通しなんだよ。大学時代から言ってたよね、モデルモデルって。海外の雑誌だから日本じゃ見られないって言い訳もいつも通り、人の仕事見下す前にさ、まず自分がちゃんとしたら。何よ、寄ってたかった私をいじめて。いじめてねえよ、切れて当然だろ。お前みたいなやつ、お前絶対訴えてやるから、慰謝料払う準備しとけよ。親御さんにもこのことは伝えさせてもらうから。あと SNS にはもう出回ってるみたいだわ。お疲れさん。さぞ満足でしょうね、私を踏んだり蹴ったりして。満足だね。はい、次は。あのブサイクで底辺の高弘としか結婚できないような女のくせに。誰とも結婚できない性悪女よりはマシなんで。それに高弘の魅力に気づけないのは女としてセンスがないと言わざるを得ない。覚えてろ、このままじゃ終わらせないから。あんたらの幸せなんか絶対に潰してやる。今どこに住んでるの？住所を教えて。教えるわけないじゃん。いいから家を教えて、ぶっ壊しに行ってやる。ああ、ごめん。海外に住んでるから、日本にはいないんだよね。まなみはそのまま、謝罪もせずに帰っていきました。彼女からはその後も、こちらを脅迫してくるような LINE が送られてきましたが、脅迫 LINE のことや、結婚式でのことを知った彼女のご両親は、それに激怒、まなみに、私たちへの慰謝料を払うことを約束させ、そのまま積み込みの工場へと送り込んだそうです。その工場は、まなみのお父様につてのある工場らしく、彼女が逃げ出さないか、逐一監視してもらえるとのこと。そこは、男性でも音を上げるような辛い工場で、最初の方こそ、嫌だ嫌だと嘆いていた彼女でしたが、数年経った今は、ただただ、ロボットのように毎日を過ごしているそうです。人の労働をあれだけ馬鹿にして笑った彼女も、労働というものの大切さをしっかり理解したことでしょう。